関東大学アメリカンフットボールリーグ1部トップ8第4節、早稲田大学ビッグベアス対桜美林大学スリーネイルズクラウンズ。さあ1人かわしていって、パスはヒット。さあ敵陣に一気に侵入しています。94番のアジオカにボールを持たせています。ターゲット探していって投げ込んでいったが、これはパス成功。よく投げていったボールはパスキャッチ、そのままいった。13番のオフェラスティ、16番のカノイにパスはヒット。これは空いている、パス成功。取り切れるか、マシラ守りきれるか、オービリンどうか、中央34番の後藤亮太が最後は持ち込みました。